先日、アメブロが使用変更を行いました。どのような変更がされたかというと、こちらがですね、使用変更以前のアメブロの画面です。そしてこちら、これが使用変更後の画面です。まあ見てお分かりいただけるように、文字のですね、フォント、フォントっていうものが変わっています。こちらは使用変更後、そしてこちらが使用変更前です。若干ですね、フォントが変わったことによって、 文字が大きくなってししままいましたのでこれまでブログの開業位置っていうものに気をつけて書いていたのに少し文字が大きくなったことによって例えばこの他っていうものが左側に行ってしまったとかですねそういったまあ報告を多数のお客様からいただきましたのでこの対処法以前のフォントに戻す方法っていうのをご説明させていただきますただこれはですね CSS という まあ、プログラムを少し編集する必要がありますのであくまでお客様の自己責任にて行ってくださいこれでですねもし何かブログデザインが崩れてしまったそういった場合には弊社は一切責任を負いませんのでその点ご理解くださいでは実際に修正していきたいと思うんですけどもまずアメブロにログインしてくださいアメブロの管理画面を開いてですね 左側のブログデザイン、デザインの変更、こちらをクリックしてください。で、CSS の変更と、こちらをクリックします。するとですね、こういった CSS、まあ、ちょっと見慣れないと思うんですけど、こういったですね、ところ、編集する画面が表示されますので、この状態で、今ご覧いただいている YouTube の画面の、YouTube の画面の少し下にですね、 動画の説明文というものがあります。ここに、私が CSS、こちらをですね、記入しておりますので、これをですね、まあ、以下の CSS をお使いくださいと書かれているところから下、このカッコからドットまで、これをすべてコピーしてください。右クリックでコピーです。ドットからカッコまでです。これ以外はコピーしないでください。 で、コピーしたらですね、先ほどの管理画面、こちらに戻っていただいて、この編集欄の一番下、一番下で結構ですのね、ここに貼り付けてくださいえ。右クリックで貼り付けます。すると、このように、ドットスキンボディからカッコまでこ、このコードが先ほどコピーしたものが全て貼り付けられますので、この状態でですね、保存します。ただし、 例えばですね、このマーク、このカッコマーク、一つ消えてしまった。消えてしまっただけでですね、ブログデザイン大きく崩れてしまうことがあります。もし何か触ってしまった、変な何か消えてしまったかもしれない。そういったときはですね、絶対保存しずに、もう一度デザインの変更、CSS の編集と、もう一度やり直してください。で、ここにまた貼り付けます。 で、これ、しっかり貼り付けられたと思ったらですね、保存するんですけども、先ほども言いましたが、あ,のあくまで自己責任でお願いします。では、保存します。で、この時に、このあたり、このあたりに赤文字でですね、リクエストは処理中か、な,なんたらかんたらっていう赤文字のエラーメッセージが表示された場合は、そのまま、もう一度保存をクリックしてください。 2,3回保存をクリックすると、この赤文字のエラー消えるかと思いますので、これが消えるまで、赤文字のエラーがなくなるまで保存をし続けてください。で、これで修正は完了です。ブログに戻っていただいて、このですね、更新マーク、ブラウザの更新マーク、矢印、えー、くるっと回,る回ったような矢印、こちらをクリックすると、このように、使用変更前のフォントに戻すことができます。